リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャック、今週もハムザさんのファーストアルバム地中海伝説からです。リンゴマン、リンゴマン。12月19日月曜日、姫野舞子のチャンネルジャックの時間です。関西地方にお住まいの舞子さんをお呼びしたいと思います。舞子さん、元気ですか？はい、元気ですよ。こんにちは。こんにちは。12月19日になる年の瀬でしょうか。ねえ、もうすぐクリスマス ね、 ね、うん、じゃあ今日頭からですね、ちょっと PR を。舞子さんのはい、LINE 公式アカウントありまして、グループに入ってください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとはハムザです。ハムザは最近ね、うん、あのハムザの昔というか3年ぐらい前の動画とかですね、あの TikTok のように載せたら結構回り始めて、あ、そう、よかった。もう、うん、ちょっと良くなりましたね。ねえ、まあ、よかったよかった。面白いですね。いつ何時にどのタイミングでこう人が見出すかっていうのは本当にわからないですね。本当ね。本当だ。ありがたいですね。本当ですね。あと、舞子さんの CD もありますのでよろしくお願いいたします。リンゴマン、リンゴマンね。はい。さてさて、もうすぐクリスマスですが、なんかご予定あるんですか？うん、ないよ。ないけどね。うん、クリスマスはね、私はね、うん、任の一文字でクリスマス過ごしますよ。任っていうのは、ね、大使の部分。大使の、はい、クリスマスね。2022年クリスマスは、うん、私にとっては任退ですね。任退。任退です。でもね、うん、そう、その後に来るね、うん、大きな光のね、うん、パワーをね、うん、信じてね、頑張るよ。うん、ねえ、何かこう信仰宗教みたいになってきましたけれども。それはないけどね、うん、体を浄化してね、毒素を抜いて、うん、こう健康になるためにね、うん、ファスティングは健康にいいってもう医学的に証明されてるらしいのでね。ねえ、きっとハムザなんかアルジェリアでイスラム教徒だから。うん、毎回、ね、毎月ラマダンやって断食してるんじゃないですか ね、うん、それが ね、だからね、うん、私もね、医学的にも証明されているっていうものはね、うん、いち早くね、関西人だからね、うん、私生き急いでるしね、うん、いいなって言われることはね、いち早くね体験してみたいからね、なるほど、やってみますよ。ね、わかりました。はい、じゃあ今週も始まりますけど、また来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
リンゴマンレコード姫野舞子のチャンネルジャック、今週もハムザさんのファーストアルバム地中海伝説からです。どうぞ。